塾女会議かっこ仮、今日は今年の運勢を占ってみようではありませんか。去年も見てもらったね。そう、運勢なのかしら。別にでも私が占いわけではありません。はい、何でしょう。買いました。お、ありがとうございます。下よしこさん、下よしこ生命。はい、この子はキリッとした表情の、ね、秋野陽子さんに目元が照らす時の時は、そうね、似てるわね、まあ、ベストセラーだって。すっごい売れてんだよこれ。だ、去年もやりましたよね、確かね、うんうん、やったっけ。やったのよ。当たったかどうかは分かんないけど。やったっけ。やった。じゃあ荒木さんの見ます。はい、ありがとうございます。荒木さんの、荒木さんはこれ仮運勢、ドキドキ、義理人情に熱い熱血感、あ、これしか坂本ちゃんだ。坂本ちゃんからやろう。坂本ちゃんからやろう。はい、坂本ちゃん、理人情に熱い熱血感。熱血感、はい、坂本ちゃんの、ええ、超いいんじゃないですか。2018年の運勢、はい、ピンク色の光る輪が牧羊系のように羊の群れを誘導するビジョンが見えました。それでもうよくわからない。え、この人大丈夫。わかんない。 何ピンク色。夢と希望に燃えているあなたの姿が、はい、今思った便利にしたり、未来において必要とされているものを現実にするいいアイデアが浮かぶ暗示。すごい。やってやるぞと意気揚々と明るいことに取り組んだり、副業を始めたり、あるいは転職する人も多いはず。特に動物関係やもともと研究開発の仕事に携わっていた人はこれだという手応えを感じ、その実現に向けて邁進していくでしょう。全然関わってないね。関わってない、関わってない。ピンク色、ピンク色の輪があなたを包み込んでるのよ。あと、自分の持てる力の全てではなく7割程度に注ぐにとどめることもポイントです。いや、いつもね、それぐらいしかとどめてないから、ね、3割ぐらい、ね、3割ぐらい、もうちょっと頑張ろう。そうね、そうね、うん、しかし、はい、事業を始めるために全財産をつぎ込んだり借り入れをするのは NG、うん、大丈夫、借り入れないから全財産ないから、ないからもし資金がないのであれば、ね、まずは他のことで稼いでからにして、さもないと本当に首が回らなくなります。え、やだ。大丈夫、そこは安心、そこは安心ね。あ、首回ってない。つぎ込むもんね。もう、まあ、もう回ってない。あら、やだ。何？え？あなたの母親らしき女性がひっそりと、でも号泣している光景が見えました。やだ、これ生々しいわ。生々しい。連絡取ってないし、もう生きてるか死んでるとかわからないからな。あなたのね、年齢によっては母親ではなく祖母や妻かもしれませんが、身内の女性を泣かせてしまうことがありそうです。あ、そうですか。はい。いずれにせよ、あなたが思う以上に相手はダメージを受けています。ということです。あとはね、陶器製のフランス人形が綱渡りをしている様子を。よくわかんねこの先生、あなたが眺めているビジョン。この先生、この先生ですか。いや、好きだわ、ピンクだの。この先生好きだわ。陶器って壊れやすいんです。壊れやすい。自分でもチャンスがあれば行きたい国に行ってみてって。あ、恋愛は好調です。恋愛はすりゃ仕事よ。仕事、ね、仕事運はね、金運、仕事運、全体金運ね、全体運からもお分かりでしょうが、金運は今一つです。仕事に関してもやはり全体運で述べたように情熱を持って臨んでいるけど、はかどるかといえば微妙。やだこの先生。でもね、坂本ちゃんらしいよ、うん、らしいのかしら。結果を急ぐ前に自分自身の幅を広げ、スキルアップに励んだり試行錯誤するべき。よしこ、そうよ。でもね、なんかね、また冗談であっても人のことを呼び捨てにしたり、おいそこの窓と言わないよ。すいません、よしこ先生。ごめんな。あ、合ってる、このよしこさん。タイムリー。